暗闇の中、牽引されて警察署に入る白いワンボックスカー。車の前方が大きく壊れていることが分かります。先週札幌の大通公園の近くで相次いで発生した当て逃げ事故を起こした車とみられます。4日夕方の札幌市中央区大通西5丁目の映像です。蛇行運転をする白い車が前に止まっている黒い車に衝突し逃走しました。このあと350メートルほど東側の大通西2丁目の交差点でも白い車がタクシーに衝突しそのまま逃げました。地場は信号なんで直進しただけです。あ、逃げた方が東に向かって、タクシーの後ろ側に、パトカーもいたんだけども、それで一旦乗用車が止まる素振りをした。いきなり高速で走り去ったんですよ。でそれで逃げたんですよね。おそらく警察は逃げた車の行方を追っていましたが、捜査関係者によりますと4日当て逃げの疑いがある車を札幌市東区で発見。車には誰も乗っていませんでした。車を運転していたとみられる人物は警察の任意の事情聴取に対し、事故を起こして頭が真っ白になったと話しているということです。警察は過失傷害や危険運転の容疑の適用も視野に捜査を進めています。